次行きましょう。次のページ見ていただくとですね、これはですね、実は私は、まあ、いつも皆さん知ってるように、あんまり時間がないんですけど、今日から本当はヨーロッパに出荷という予定でした。それがまあ、こういうことになったので、ヨーロッパに行かずに、スケジュールを、今、ほとんど開けてあるんですね。開けてあるので、今日は結構時間があって、今日本当に、4、5時間ぐらいですかね、の間で組み立てたものです。なので、まだ本当、こう、精査したものではないです。人員も含めて。今日はこれをベースにちょっと打ち合わせをしていきたいと思っています。で、まず話をすると、検討事項。設計側と施工側結構あります。見ていただく。まず、ざーっと見ていただいて、ここに後でプラスしていきましょう。まず一番は、プランの検討。どういうものであり得るか。今回は2プランではなくて1プランで考えていこうと思っています。と、この距離プランと立面断面は、こう、リンクします。ちょっと順番も変なんですけども。まあ、プランがあって、立面断面がある。3番は、具体的な基礎周り。体張りですね、基礎周りと、あと4番、パネルシステム。あと、仕上げ材。本当、どういう仕上げ材でいいかっていうような話。あとは、構造の検討。あとは、設備システムの構築。できるだけ設備もシステム的にやりたい。あとは、衣替えシステムの検討。リロケーションシステム及び搬入システムの構築。最終仕上がりの検討。あとで人員も含めてもう一回やりましょう。ざっといきます。次、施工側はパネル供給。こちらで、サイドですね。イメージとしては、例えば30人ぐらいの職人が、ざーっと、ですね、菊島が、もしかしたら工場を提供できるかもしれないっていうような話も出てきているので、例えば工場があったらそこで職人が集まってパネルをざーっと作っていくと。で、それを搬入して、受ける側、向こうには、現場監督及び設計、ある部分は職人も行っていて、向こうの職人と一緒になって作る。30人ここに来たら、向こうに30人、50人から50人ぐらいの感じで、こう、ローテーションを組んでいこうかなと思ってるんですね。そうしないと向こうだけ見るのは多分ちょっと辛いような気がしてるんですね。それでこれは東京近郊で作る話。で、これ下2番が受け入れ側。受け入れ側はやることがいっぱいあります。多分人がいろいろ動かなければいけないんですが、部分的に持ち出しするようなケースがあると思います。まあ、NPO 法人にしても、テフトにしても、プロセルにしても、ある程度、こう、資金を出していこうかと思ってありますが、皆さんの分まで回るかどうかはちょっとわからない。なんですが、今回僕が考えているのはですね、1年間をやります。これはボランティアシステムではありません。プロジェクト線と一緒です。きちんとした、自分たちが生きていなければ、当然、ボランティアの精神があって、長続きしない。僕ら1週間でやりましょうよって話がないんです。ボランティアは1週間はできるんです。でもそれを1ヶ月とか3ヶ月、1年は絶対できない。自分たちもちゃんと食いながら、この、彼らに安いもの、美しいものを提供できるっていうような考え方です。なので、例えば、簡単に言うとですね、僕、設計施工の監督で一人でいいと思ってますよ。それが僕だとしましょう。僕が普通1年間であれば3分しかやらない。そうすると、まあ、設計料とか何とかで、まあ、300万かける3で900万としましょう。それを僕が10棟見るとしましょう。同じものだから。3棟じゃなくて3倍見れるんですね。そうすると1棟1棟がすごく安くなる。そういうことで600万で全部できるし、その人が東京にいても向こうに行ってやっても同じぐらいの、同じかわからない。少し安いかもしれないけども、半分以下には絶対ならないような僕はシステムを作りたいと思っています。なので、ボランタリーの気持ちで7掛けかぐらいはではやるかもしれないけど、そういう、ちゃんと食うことができながら、このシステムが存続できるっていう。体制を作りたいと思っています。この辺は、4月中に全部数字を出します。で、多分これは全部オープンすると思います。
で、施工側で言うと、もう本当に、頭だけ書いてあるんですが、工期の検討、工事費の検討、支払い方法、支払い方法は、本当行政なのか個人なのかでは違うし、本当それをどうするのかっていう話と、施工と設計、この詳細のすり合わせですね、収まりのすり合わせです。っていうような打ち合わせをしていかなければいけない、これを以上に多分やらなきゃいけないと思います。で、その話をするのに、今日僕はこんなことがあり得るかなっていうので、かなばかりとプランを作りました。これがこうしましょうではなくて、これがベースにあると違う展開もできるかなと思って作りました。基本的に基礎は1年から3年持てばいいと思うので、まず捨て根があって、そこにジャッキ、ある程度強めのジャッキを例えば900ピッチぐらいでこう並べていく、まあプラズカみたいなもんですよね、があって、その上に溝型、これも逆に言えばもうあのナークの方が専門なので、イメージを共有化するために書いてます。ジャッキがあってこうまあ基礎ですかね、基礎のシーチャーが流れていく、その上に土台105の土台があると。で、それを2日間で作る。僕はこれできるかなと思ってるんですね。まず1日目、ねぎって、捨て込まで行って乾かす。2日目、乗せて土台作りまで行く。ですかね。まあ、長くても3日。あれば行けますよね。わかりませんが。はい。で、その上に、パネル、床パネルを置く。で、壁パネルを立ち上げる。上の桁張りをつなぐ。これは多分僕3日ぐらいで、2日3日、こう屋根まで入れると3日ぐらいでできちゃうんじゃないかなと思ってます。次のページ見ていただくと、屋根システムがありますね。このパネルが基本的にこうユニット化、されています。で、上に仕上げを張る。仕上げで言うと、1階は、パイ、無垢のフローリング、厚めの無垢のフローリング。要は、仮設は何が嫌かって、嘘っぽいところがみんな嫌なんですね。プラスチックっぽい、要は、なんていうんですかね。リアルじゃないような仕上げの中で人間は生きていけない。そういう意味では、すごく厚めの木を敷いてあげる。まあ、例えばそこに、置き畳みたいなのがあってもいいと思ってます。で、壁は、クロスだけど、まあ、ルナファーザー、どっちかっていうと、漆喰じゃないけど、なんかこう、人間に近いような、紙に近いようなものを考えている。まあ、これが、いい。今の中で僕はいいかなと思って。当然、別のアイデアがあってもいいと思います。で、屋根さえも、こう、パネル化できているのかっていう。屋根は、パネルができて、ルーフィングやって、仕上げをやる。仕上げに関してはですね、7年前の、新潟プロジェクトの時に、久保田のコロニアルが確か協賛をしてくれてたりもしたので、まあ、ガルバなのかコロニアルなのか、いろんなところの協賛次第かなと、思ってます。これはどういう素材になるかわからない。で、次は、ですね、水間のユニット化のこの5条に関してはですね、これもあるんですが、逆に言えばですね、これちょっと逆になってますね。20番がちょっと逆ですね。20番皆さん逆にしてください。これ取ってやった方がいいかもしれない。こう見てみます。これと18番と並べてもらうと、水回りユニットだけではなくてですね、玄関ユニットも一緒に付けました。1800の7280というのを1ユニットにして、次が LDK ユニット2730。次が寝室ユニット。同じような大きさです。これは何かというと、まあまあ、テクトは皆さんわかると思うんですけど、僕らは、まず移動できるっていうところから考えるので、トラックに詰める幅。それは可能だったんだね。可能です。はい。何トンしたんですか？トレーラーのこれも25トンのトレーラーで、25トンのトレーラー。25トンのトレーラーで大丈夫。はい。はい、っていう、一応、移動可能の大きさをピックアップしてます。まあ、これがベストってわけではないので、その、車をベースにして移動できるユニット化っていうのをやってます。と、この20番見ていただくと断面図があります。
すごーくこう、平屋で美しい屋根、例えば建築をやってると、僕ら堀部さんの住宅とか、昔の清家さんの住宅、今だったら堀部さん、昔の、広鎌さんの住宅とかって、すごくやっぱ綺麗ですよね。プロポーションが美しくありたいっていうような、こう、断面を描いてるっていうね。で、簡単に言うと切り妻なので、その真ん中の部分はロフトができます。ここは収納です。物置代わりとして使いたいな、というような話。で、まあ、18番が LDK のユニット。で、19番が個室ユニット。2部屋あります。で、21番。これが、まあ、右側基本パターンがあるんですが、この3つを合わせると 7.28×7.28。面積でいうと53平米。それは16坪です。でも、そこにロフトだったり、この左とか上にあるようなつなぎの廊下だったりがつくので、約20坪だと思っています。この20坪で600万っていう数字は、僕はありえなくないんじゃないかなと思っています。駆け足になりですが、皆さんはまあ、前にバーッと見てると思うので、以上がこういう話です。今日は、具体的なところ、スケジュールも含めて、これからはちょっと具体性のある話をやって、あとはそれぞれのチームに分かれて、本当にどうしようっていう話をしたいと思います。